皆さん、こんにちは。ンカ株式会社です。本日は石灰窒素を利用した稲原不熟促,促進についてご紹介いたします。石灰窒素の成分についてはご覧の通りです。硫系は硫状、防酸、粉状の3種類あります。乾光性の窒素分と アルカリ分がバランスよく含まれているため、稲わら不熟には最適な資材です。農薬効果の詳しい説明については別の動画で説明しますので、そちらをご覧ください。まずはじめに、石灰窒素を使用しないで、不熟していないわらが残ってしまうと、どのような悪影響があるかについて説明します。 一つ目は、白柿や田植えの作業性が悪くなります。二つ目は、浮き藁によって、田植えした苗が倒れやすくなります。三つ目は、藁の不熟に元肥の窒素が使われてしまい、初期の窒素不足を起こしやすくなります。四つ目は、浮き藁によって、除草剤等の農薬が広がりにくくなり、 薬害を起こしやすくなります5つ目は硫化水素の発生により根腐れの原因になりますこのような悪影響を抑えるために石灰窒素は非常に効果的ですここからはなぜ石灰窒素が稲藁をよく不熟させるかを説明しますまず稲藁を不熟させるのは 微生物の働きによります。石灰窒素はその微生物に影響し、稲わらの不熟を促進します。それでは石灰窒素が稲わらを不熟させるメカニズムを簡単に説明します。最初に石灰窒素の窒素分が微生物の餌となり、稲わらを不熟させる微生物の働きを活発にします。 さらに、石灰窒素の窒素分は、長引きの窒素分ですので、長い期間、微生物に餌を補給することができます。次に、微生物が一番活発に働くのは、弱酸性から中性と言われております。しかし、微生物の働きが活発になると、だんだんと酸性に偏ってしまい、 微生物の働きが抑制されてしまいます。そこで、石灰窒素の石灰分が酸性になるのを防ぎ、弱酸性から中性に留めておくことにより、微生物が活発に働きやすい環境づくりをします。このように、石灰窒素は、石灰分と窒素分がバランスよく入っている資材ですので、 環境を整えつつ餌を与えられる稲わら不熟には最適な資材なのです。こちらの写真は実際に石灰窒素がどのくらい不熟を促進させる効果があるか示した試験になります。ご覧の通り、石灰窒素を施用することにより不熟がかなり進んでいることがわかるかと思います。 お餅の補助でもこのような効果が期待できます。続きましてこの写真は石灰窒素で稲ら不熟の促進を行った翌年の田植え後の補助の様子です。ご覧の通り石灰窒素を施用した方は浮き輪やガス脇などがないことがわかるかと思います。 また下の写真は無処理区は藻が発生しているのに対して石灰窒息は藻の発生がほとんどないことがわかるかと思います。最近ではこのような新しい効果も報告が上がっています。こちらの写真は硫化水素の発生具合を見える化した試験になります。写真にあるような板を 中干し前の補助に約1週間埋設します。1週間後、硫化水素の発生が多い補助ほど、板の色が黒色に変色します。ご覧の通り、石灰窒息は無処理区に比べ、板の変色が少なく、硫化水素の発生が抑えられていることがわかるかと思います。 次に、石灰窒素の実際の使い方について説明します。まず、施用量は 10R あたり 20kg です。あくまで目安になりますが、約 500kg の稲わらを付熟するのに、4kg の窒素が必要と言われておりますので、石灰窒素の施用量は 20kg となります。続きまして、施用時期は、 稲刈り後すぐになるべく暖かいうちに施用してください。気温が下がってしまうと、だんだんと微生物の働きが鈍くなってしまいますので、できるだけ早いうちに施用してください。施用方法は、石灰窒素を散布後、すぐに5から10センチメートルの浅めに全体をすき込んでください。 最後に、石灰窒素の効果についてまとめます。石灰窒素により、稲わらの不熟を促進させることで、堆肥を施用したのと同等の土作り効果が期待できます。また、田植え後の浮きわら発生の防止や、硫化水素ガス発生などの還元障害回避に効果的です。その他に、土壌の酸度矯正や、伸び絵や、 一年生雑草などの雑草防除にも効果がありますので、総合的な田んぼの土作りに最適な資材です。石灰窒素を使用して田んぼの土作りをしていただければ、収量や品質の向上にもつながりますので、一度石灰窒素の使用をご検討いただければ幸いです。以上で石灰窒素の 稲わらの不熟促進効果の説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。またの機会にお会いしましょう。